ある日、地元の食料雑貨店の敷地内で、一匹の小さな子猫が発見されました。しかし、その場にいた人たちは、生後間もない子猫の世話をすることができず、保護した子猫をどうするかを悩んでいました。その時、偶然店を訪れた女性が、子猫を引き取ることを申し出ました。子猫の世話は一日中続くため、大変なこともありますが、とても価値のあることだと思います。と女性は言ったそうです。幼い子猫を眠らせる良い方法の一つは、心臓の近くに置くことです。この子はまだ喉を鳴らすことができませんが、心臓の音と温かさで、幸せそうな姿を見せてくれました。女性は子猫に、オリー、と名付けました。オリーはミルクをたくさん飲んで、一日のほとんどを眠って過ごしました。ある夜のこと、オリーが突然体調を崩し、女性は急いで動物病院に駆け込みました。しばらく危険な状態が続いたオリーでしたが、女性や獣医さんの助けを借りながら、無事に峠を越えることができました。そして数日後、少しですがオリーの目はついに開きました。午後の食事の後、オリーの両目は開きました。さらに2から3日かけて目が開いていき、生後12日目には完全に開きました。そして生後14日目には家中を歩き回るようにもなりました。物が見えるようになったオリーは、女性のことをお母さんだと思ったようで、いつも女性の後をついて回るようになりました。そして、2ヶ月後、オリーはこんなに成長しました。女性にとってオリーはいつも心を癒してくれる最高のパートナー。私が足の手術を受けた時も、オリーは常に私に寄り添い、ずっと一緒にいてくれました。私は彼の愛らしい姿に、何度も心が救われました。女性とオリーは、お互いに支え合う関係になりました。そして、現在、オリーはすっかり大人の猫に成長しました。実はオリーの世話を引き受けた女性は、オリーが十分に成長したら、保護施設に連れて行こうと、考えていたそうです。しかし女性や家族は、いつの間にかオリーを手放せなくなり、家族に迎えることにしました。こうして地元の食料雑貨店で、保護されたオリーは、生後1日で新しい家を見つけることができました。きっとオリーは今でも女性のことを本当のお母さんだと思っているでしょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ご感想などお気軽にコメントください。チャンネル登録をお願いします。